千葉経済大学はこちらをご覧ください。ここでは2つの学科とキャリア別コース制について紹介します。1年次では多様な教養と専門分野の基礎を固め、2年次に経済学科、経営学科のいずれかを選択します。キャリア別コース制は1年次から卒業後の就職を見据え、7つの職業別コースから選択して専門知識を学ぶことができます。キャリア別コース制の特徴は4つ。特徴1、自分の目標を達成するために必要な科目を適切な順番で学べるようアドバイスを受けることができます。特徴2、就職や資格の試験に合格するため効果的な学習方法のアドバイスや指導を受けることができます。また集中講座や個別面談も行っています。特徴3、就職を志望する分野のインターンシップ先を紹介したり、卒業生や経営者の方々から貴重なお話を直接聞く機会もあります。特徴4、キャリア別コース専用の学習支援室が設けられていて、同じ目標に向かう仲間たちと一緒に自主学習することができます。各コースでは就職に直接つながる講義や資格取得のサポートも充実しているので、学生たちの夢を確実に実現できるように導いています。